3面に到達しました。なんとかねこの2人でゴールまで行ければちょっと嬉しいんですけれど、なかなか2人で最後までゴールするっていうのは難しいんですよね。何回も私やってるんですけど、何回できたかな。相方が抜けた。これよくわかんないんですけど、よくここで抜ける人いるんですよね。なんでなんでしょう。まあ、気を取り直して一人で、最短ルートコンプリートしたいと思います。まずはそのまままっすぐ進んでですね、最初の、ポイント、ここですね。ここの面は一番そのマップを覚えるのが難しくてですね、こういう、なんていうんですかね、記憶可能な場所を覚えて、どういう風に行くかっていう風に記憶していかないと多分無理ですね。この砂地を全部記憶するなんてほぼ不可能なので。で、今のポイントからこの山を見て、ちょうど90度右ですね。右側に向かっていきます。これ二人で、ここ到達して、私が右側に行くと、みんなどこ行くんだこいつみたいな感じで、ここで別れ離れになることが非常に多いですね。ついてきてくれる人もいるんですが、ここの山越えると実は見えるんですよ。この今奥に見えてるんですけど、この遺跡が見えてます。あれ、多分ほとんどの人はあそこに抜かすんですよね。ここに向かいます。なので、山に直接向かうのではなく、さっきのポイントから90度、ほぼ90度、90度以上かな。右に向かってまっすぐ進むという感じになります。ここのポイントは二重の意味で大事でですね。一つは、イカさん。今飛んでるこのイカさんを救助すると。これ2個目救助なんですけど、コンプリートするっていう、トロフィーもあるので、ここ、まず、助けなきゃいけないですね。で、もう一個がこの、光る箱。この帯が伸びる光る箱ですね。これをゲット。はい。ここ到達したら、今度山に向かって、まっすぐ行きますね。向かっていくと、今、沖石みたいな、このマイルストーンみたいなのが見えるので、これわかりやすいんですよね。この沖石に沿って、ひたすらまずは歩きます。この歩いた先に、もう一個トロフィーの条件ですね。こう、実はあるんですね。ちょっとまっすぐ歩いてみましょう。この砂の山のこの間、ここ下に実は唯一の花があるんですね。これを見つけると、トロフィー1個ゲットできますね。次にですね、さっきの花のところからまた山に向かうのではなく、今度また左に90度曲がって進みます。これをね、覚えていかなきゃいけないんですよね。この山の向こう側にまた、遺跡がありますね。ここにまたイカさんが閉じ込められているので、これを助けます。ここのイカさん、なんか背中に乗っけてくれるので、なんか待ってると、誰か来ますよ。来ましたね。はい。で、乗っけてくれるので、そのまんま、その先に向かいます。でもこれね、ここまでしか乗せてくれない。で、そのまま進むとまた遺跡があるので、一旦ここに立ち寄ります。ここには、壁画があります。これ壁画、コンプリート用のトロフィーもあるので、抜かさないようにします。で、またこっから山から見てですね。山から見て、こう90度また左に向かいます。ひたすらですね、この
砂地なので、どっち行けばいいかわかんなくなるので、さっきのようなオブジェクトというか遺跡だったり、ああいう記憶しやすいやつを元に、左に行くか右に行くかみたいな、まっすぐ行くのかっていうような記憶の仕方をすると、わかりやすいと思います。これなので最短ルートって言ってるんですけど、最短というよりは、記憶しやすいルートって言った方がいいです。いいかもしれない。まあ最終的には、まあ、迷わないので、このルートですね。まあ最短的な感じになるんじゃないかなと思います。はい。で、ここを越えると次の遺跡が見えます。あそこに2つですね。イカさんが閉じ込められている場所と、あとは壁画の場所みたいにあります。ここでまず壁画をオープン。これね、ちょっと気になるんですよね。実は。この後に出てくる、攻撃してくる敵みたいなやつがいるんですけれど、その上に、この人間が乗ってる絵がですね、ここにあるので、なんか昔は乗ってたのかな。このゲーム上じゃ乗れないんですけどね。はい、次。このまんまここクリアしたら山に向かって進みます。見えてきましたね。次の目的地ですね。あの塔の上にまずは登らなきゃいけないので、帯のエネルギーはある程度チャージしとかなきゃいけないんですね。ただ魚群がいるので、あそこでタイミング合わせて丸ボタン。はい。で、ジャンプ。はい、ここに光る箱があるので、帯を伸ばすと。取ったらそのまま降りて、囚われてるイカさんをまた助けます。はい。この後なんですが、今山見えてますけれど、山には向かわず、右側、また右90度向いて、まっすぐ進みます。実は、ここでまた、よく二人で来てもですね、お前どこ行くんだみたいな感じになってですね、別れ離れになるパターンは多いんですが、次の場所、このゲームにおいて結構大事な場所なんじゃないかなと、私はちょっと思ってるんですよ。はい、今もう見えてきましたね。あの遺跡に向かって進みます。で、これ何が大事かというと、ここでイベントが発生するんですね。あんまりそういうイベントが発生する場所ってないんですけれど、ここ大事なイベントが発生するので、皆さん忘れずにここは到達してください。はい。進むと、今見えてますけど、山側から光る玉。これがね、二つ飛んでくるんですね。これエンディングにも関わってくるので、ちょっと見ておいた方がいいです。はい。一つがここに着地して、光る箱ですね。帯が伸びる光る箱に変化してるんですよ。さあ、これはどういう意味なんでしょうか。はい、次は山に向かってそのまままっすぐ進みます。ここを越えると、最終到達地点の、建物が見える。今左側に見えてます。あそこに向かって、進みます。で、光る箱なんですけれども、このマップは4つあります。で、今、3つ取った段階なので、あと1つ、この先にあるので、忘れないようにコンプリートしましょう。ちょっと暗いので分かりづらいんですけれど、この建物の階段を登って、まあ、ぐるぐる回る感じでですね、進みます。ここはイカさんに乗って、はい、進みます。で、ここ、囚われたまたイカさんを助けるんです。これ、忘れないでください。囚われてるので、ここも解放しなきゃいけません。で、イカさんに乗せてもらって着地。はい。
で、次、ここ、本来右からこう、ぐるぐる回るんですけど、ショートカットでジャンプして、ここまで。で、またイカさんに乗せてもらって、もうこれゴール地点です。で、ゴールにはそのまま行かないで、で、左側の奥ですね。ここ回ると、あの光る箱があるので、忘れずにこれを取って帯を伸ばします。はい。これを取ったらもうあとはゴール。いや、相方が残念ながら、もう序盤で別れ離れになったので、二人でゴールはできませんでしたけれども、まあ、ここからまた一人で、行くしかないですね。ここの面は、どちらかというと、その、記憶力が試されると言いますか、そのルートを自分なりに、まあ、今回示したような感じでルートを決めて全部通らなきゃいけないという感じなんですけれども、この次の面ですね。次の面、4面は、今度はアクション系になります。今度記憶も必要なんですけれど、どちらかというと、アクション的要素が入ってくるので、ここはね、何度も練習しなきゃいけなくなる面になるので、覚悟しといてください。あ、ちなみに、私初めてやった時に、この先ですね、この先下に落ちちゃって、クリアできなくなりました。これまたやるとそう思うのかな。乗ってですね、まあ、次の面行くんですけど、ここから降りたら、バグりました。はい、じゃあ終わりです。